リーです。赤さんです。今日もマインクラフト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。前回のまんま続きです。ちょっと録画の関係上カットせざるを得なくなったのだな。とりあえず今回はまずこのクエストをクリアします。シェイク、ラトル、アンドロール。ラトルとフルートとドラムを作れってことですね。フルートとドラムはわかるけど、ラトルってなんだ？フルートとドラムの流れ的に何かの楽器だろうけど、ちょっと楽器に詳しくないので何とも言えません。英語に弱いとも言う。そしてこれが例のラットとかいうやつ。ふむ、このジングルとかいう、ロロロロのアイテムを作らないといけないようですね。材料はこんな感じ。骨とかあったかな？フルートはこちら。おや？フルートって聞いたんだけど、サトウキビとか使っちゃってますけど。サトウキビでフルートが作れないという常識を打ち破れ、もう一つのドラムの方はどう作るのかな？あ、皮が必要になってくるな。もうめんどくさいのだー。ま、とにかく作ってみるんですけどね。骨の在庫、確保完了。サトウキビの方は以前作った網にかかってると思います。あ、あれはですね、動画外で農業を開始したやつです。農地は土と骨粉で作れるから、クワが作れない今の時代でも農業は一応できるぞ。さて、サトウキビは溜まってるかな？うんうん溜まってる溜まってる。最低グレードの網だけあっていいアイテムはなかったけどな。もっといい網に交換すれば放置で魚とか取れるのかな？そうなれば食料問題も一気に解決ですね。農業も、この世界は植物の成長はすっごい遅いから発展する見込みは今のところないしな。骨粉も、数はあれど有限資材なのでバンバン使っていけませんしね。ということで、まずは骨とサトウキビで、ジングル、これを棒と合わせて、完成。ラット、スペル的にはラットというよりもラトルって呼んだ方が正しいかもな。ラトル、調べました。これあれですね。いわゆるマスカラです。録画ミスのせいで音が鳴ってないけど、ゲーム内ではマラカスの効果音が鳴ってるぞ。こんな音が大切なアイテムの時に限って録画ミス、申し訳ないです。ここにかけておきましょう。なんか、デザインがまがまがしい感じがするんだけど、赤い目が光っているように見えてなりませんね。次作るのは、フルート、サトウキビは手に入るけど、これだよこれ、草だよ。草なんてハサミでもないと取れないんだけどな。でもハサミを調べてもまだアンロックされてないんですよね。困ったな、これじゃあフルートが作れないじゃないか。草なんて飾りでしょうに、それに一番苦労するなんて、万能ナイフとかで回収できないかな？ダメみたいですね。困った、実に困った。でもアイテムとして必要とされてるんだから、この世界のどこかにあるかもしれません。ということで、いざ行かん、遠出の道。今回の遠出の目的は草アイテムの回収だ。このノーマルの草が問題なのであって、特殊な草は手で取れるかもしれませんしね。あ、道端に転がってるこの石ころ。投げれるみたいですね。小石は結構レシピに使うから頻繁には投げれないけど、一番手に入る攻撃手段だから最終兵器として持っておくのもいいな。最終攻撃がまさかの投擲。しかし私うっとり、現代の最終兵器 Google に聞いてみました。どうやら今、ハサミは作れるようです。検索した時にスペルミスしたのを今知った。なので帰ってきました。あっちょっダメだね。誰だよ前回の動画でフラグ立てたやつ。お前だよ。家の前で止まってよかった。あのままだと地下が偉いことになるところでした。このびっくりモンスター目、ラップでも学んでこい。それはクリーピーナッツ。結局爆発するんかい。まったく、こういうのは録画ミスしてない時にしてほしいものですね。そもそも録画ミスしなければいいんですけどね。それなまじすんませんでした。それじゃあハサミを作ります。ハサミは今まででたくさん作ってきた火打ち石の道具シリーズの一員なので、まずは火打ち石から。でも火打ち石の素材の砂利がないので、丸石を砕いて砂利を作ります。あれ？砂利は？おかしいな。私の情報ではこれで砂利ができるんだけど、その情報、古くない？結局水中に行って砂利を取る羽目になるのだな。束ねたファイバーと、火打ち石のかけらで。トンカトントン。はい、完成。どっかに消えた。あ、戻ってきた。こちら、火打ち石のハサミです。火打ち石とかいう鉄の上位互換アイテムマジ最高。とりあえずこれでフルートの素材の草が手に入りました。完成、フルート。これも音が鳴ってるんですけどね。録画ミス申し訳ねえ。これで必要なもの二つ目は作れたな。最後はドラムですね。革の入手はもう皆さん見飽きたと思うので、カットです。完成、ドラムです。これでアチーブメント達成だな。しかも何やら見たことない本も手に入りました。これが今の楽器の説明書かな？フ
ふんふん、なるほど、すごいな、ボイニッチ思考の解読方法も載ってる。世紀の大発見じゃないか。という冗談はさておき。冗談かよ、国連に連絡しようと思ったのに。行動が早すぎる。まあ、楽器たちはいろんなバフをしたり、生命を変えたりできるアイテムのようですね。ゲームとかでたまにあるダンサーで体力回復、みたいなイメージか。そう、それで神から祝福を受けれます。なんでこんな楽器なんだろうね。神様がレゲエが好きだったらどうするんだろう。神様の選曲センスは知らねえよ。これも星木に置けます。ついてね。それじゃあ次のアチーブメント。ふんふん、サドルを手に入れて馬を飼い鳴らすってことでしょうか。サドルは作るのかな？サドル。川。頭が、その前に別のクエストも見てみるか。お、いつも使ってる使いにくいでおなじみチェストの上位互換が作れるのか、材料確認。うん、聞き慣れないアイテムが。ダークランドの樫の木の木材？ダークランド、行ったことがないな。まああまり探索してませんからね。これは別のクエストを進めないといけなさそうだな。これかな？なんか長期移動が必要そうですね。そうなると先に足を確保しておきないな。ですね、やっぱり馬を捕まえましょう。予想はついてますが、サドルはどうやって手に入れるのかな？デデドン、やっぱり革をいっぱい使いますね。もう、革の需要と作成コストのバランス悪すぎ。まあ結局作ったんですけどね。作ったんですけどもやで。完成。サドル、これであとは馬を探すだけだな。実は以前村を探す時に遠出した時に馬って見つけてるんだよね。その現場がこちらになります。模様がダサいマイナス1億点。近くにいる馬がこれなんだから仕方がないですね。私も白馬が欲しかった。はい、懐きました。こういうところはバニラのままなんだな。これでサドルをセット。これで長距離移動もできるようになりました。ダークランドとかいう場所も探せそうだな。今回はまだ行きません。次回行きましょうか。馬にはクリーパーが開けてくれた穴に住んでもらいましょうか。こんなとことで匠の技が光るとは。あ、消えた。マイクラは馬を消しにかかるところあるよな。リログすれば治りますけどね。形も馬が脱出できないように改造しました。柵が作れない。いや、作れるかな？まあ今は持ってないから穴に住んでもらいましょうね。次のアチーブメントはこれです。エンシェントアニマル？どうやらバッファローなる生き物の皮と歯が必要になるようですね。しかしこの世界にバッファローなんて見かけなかったけどな。どうやらこのバッファローは自然スポーンしないようです。そうなのか？そこでさっきの楽器の出番です。ああ、生命を変えるとか言ってたのはこれか。音楽の力でバッファローを作り上げましょう。音楽で生命を作るとはどんな神業？バッファロー創生のためにはもう一つ楽器が必要なので作成します。うわ、作業台が壊れた。この作業台、消耗品だったのか。まあ、目的のアイテムは作れたのでいいですけどね。こちら、ウィンドチメ。タイムですね。合奏団とかで一番簡単そうな立場にいるでおなじみのやつですね。いろんな人から反感を買う発言は慎みたまえ。ちなみに私は小学生の合奏団でずっとクラリネットしてました。手抜き野郎め。いろんな人から反感を買う発言は慎みたまえ。あ、今からゲーム内音が戻ります。それともう一つ、大切なアイテムを作ります。ボート火打ち石のかけらで、彫刻刀。これを使えばトーテムを作ることができます。トーテムといえばトーテムボールが一番先に頭に出てくるけど、それとはまた違うものなのか。バッファローを召喚するために、また馬がいたところにやってきました。また馬が必要なのか。いえ、必要なのはこっち、馬です。馬？この馬に特定の曲を聴かせればあら不思議。どんな馬でもバッファローに大変身。DNA さえも書き換える音楽。気になります。ということでオーディエンスに集まってもらいました。む、お前は見てはいけないものを見てしまった。残念だがここで消えてもらおう。ついでに近くにいた牛もな。演奏に必要なのはトーテムと、各種楽器。セット完了だな。それでは聞いてください。バッファローダンス。ドンチャ、ドチャ、ドンチャ、ドチャ。下のバーが終わる前に上のバーを楽器を鳴らしまくって埋めるというミニゲーム。始まるぞ。マイクラ内で急に別ゲーが始まってちょっと困惑中。でも事前に調べたからな。とにかく楽器を鳴らしまくれ。これでダンスが行われて、近くの牛に変化が起きます。はい、ミニゲーム終了。最後の方時間余っちゃって申し訳ない。これで牛がバッファローに変換されました。ちょっと見にくいので草を刈って。でも全部の牛がバッファローになるわけじゃないのね。一回で全部変わらないのなら、もう一度演奏じゃ。ドンチャ、ドチャ、ドンチャ、ド。みんな聞いてくれてありがとう。お題は貴殿の命です。代価のバランスが合っていない。これでアチーブメントクリアです。
ちなみにこの楽器の演奏、動物の繁殖にも必要なようでして、食料の他にも春の宴という曲を鳴らす必要があるようです。今までここの動物たちはどうやって子孫を残していったのか、人みたいに不死身なのかもしれませんね。はい、アチーブメントクリア。なんだ、クエスト内容だったのか。これで羊毛には困りませんね。まあその前に火打ち石のハサミが手に入った時点で羊毛は手に入れ放題だけどな。次のクエストはこれ、チョップチョップチョップ。なんかタンクタンクタンクみたいな響きだな。そのゲーム誰も知らないから、棒と火打ち石、原木と手綱を合わせて、完成、チョップチョップチョップ。これは設置型のアイテムです。どう見てもギロチンです。本当にありがとうございました。しかしこれは画期的なブロックなのですよ。これは石臼みたいに馬をつなげて動かすアイテムなので、豚を連れてきました。ここまでが予定調和。私の可愛い馬をただ働きさせるわけにはいきません。豚、尊厳なし。このギロチンみたいなアイテムは、今まで手動でしていた薪割りを自動でしてくれる、とっても便利なアイテムです。しかも燃料不要、これはいいですね。はい、加工完了です。これでさらに加工の道が広がろな。豚は黙って動いてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。